はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、ではこのままですね、 X アストレイの第2ステージやっていきたいと思います。で、 X アストレイは3話までしかないので、まあもう後半戦といえば後半戦、まあ前中後みたいな感じだと中盤戦だけど、で、アビリティホルダーは、あ、射撃3がある。結構レベル高いな。格闘2もあるな。普通に欲しいな。雑魚兵は1なし。まあ、ではドレッドノート VS ハイペリオンやっていきましょう。カナードパルス、ガンダムと呼ぶ機体とその搭乗者キラ・ヤマトを追い求めるハイペリオンのパイロット。地球軍に所属する彼が平均的なコーディネーター以上の能力を有していたのは、彼自身の出生に理由がありました。スーパーコーディネーター、それはかつて L4 のコロニー・メンデルにて行われた肉体と頭脳を極限にまで高める命の開発、史上最高のコーディネーターを生み出そうとする人々の執念は、幾多の失敗を乗り越え唯一の成功例を誕生させました。そのものこそカナードが追い求める標的、キラ・ヤマトだったのです。一方、成功例を生み出すために犠牲となった多くの命、その中で廃棄処分となるはずだったものの一人が、幼くしてユーラシア連邦の手に渡り実験体として扱われていました。その人物、後のカナード・パルスは、数年間も続けられた拷問のような日々の中決意を固めます。それは自分たちの唯一の成功例であるキラ・ヤマトを倒すこと。己こそが本物と思い立ち、彼はずっとその牙を研ぎ続けていたのです。ドレッドノート VS ハイペリオン。
トノート、君の勇気を僕に。まずはミッション、敵軍ユニットの全滅って、あれ他にもいた、プリティスビームリーマーリガナードを撃破できるか。ほうほうほう、敵は一体タイマンか。いいだろ、やってやろう。プリティスビームリーマー、あ、これか。アルテミスの傘はないね。いくつ食らうんだ。とりあえず攻撃しちゃおう。ドラグーンシステムを使う。ドラグーンシステム？量子通信を使ったこのドレッドノートの特別な能力なんだ。行け、プリスティス！敵はあの黒い炎だ！け、そんな武器が効くか！ドレッドノート！あの人を止めよう！雑魚の分際で貴様などが俺のハイペリオンにかなうものか。発射！タイマンだとちょっと部が悪いな、俺。ビームサーベルできたか。その機体を手に入れ、俺はハイペリオンを完全にする。あの人を止める。行くよ、ドレッドノート。お互いバチバチいってる。なんか回復しだしたぞ。あ、そうか、ニュートロンジャマキャンセラーがあんのか。で、
殴りだったら一発大丈夫だよね。次防御普通にあれだ、敵フェーズで反撃すればいいんだ。もうやめてください、これ以上はもう。なかなかやってくれる。で1800だから OK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 、まあ、こっち回復するのがでかいよね。そのまま始末しちゃおう。こいつ倒すとめちゃくちゃ上がるな。
ハイペリオンガンダムは持ってるからな。別にいらない。そのまま行こう。バルサム撃破。カナードでバルサム撃破。まあこっちに来るかどうかだな。射撃能力3欲しいけど、カナードで倒さなきゃいけないのか。これがあるからな。ちょっとミッションやるってなるとつらい。3手だっていくらかかる、金でやろうとすると。とりあえずフォーメーションはもうちょっと中心に寄ろう。出しとくか一応。よし、これで待ちだな。これ戦艦下に逃げてるけどさ、イベント発生したらなんか下に敵が出てきそうだな。もうこのターンで射程に入ってるから型をつけよう。遊撃部隊でまず一発入れておくか。防御、防御はね、けこいつリュミエール持ってんのかよ。6000だろ。さっきのハイペリオンじゃ6000当たったのか。普通に回避されてるし。ちょっと待って、じゃあフリーダム投入するか。あれ5000エネルギーなくなった。そんなことはない。でも3500だったらいけるでしょう。フォルファントリー最大出力、これで終わりだ。どこを見ている。カナード、お前は前から気に入らなかったんだよ。遅い。お互いゼロか。ちょっともう一旦持ち越しだな。ちょっと下に護衛しよう。なんか怖え。ディナメス、ちょっと下に行こう。で、戦艦はな、射撃能力1か。1だったらちょっとこいつも欲しいけど、もう一旦おびき寄せるか。倒せるやつだけ倒していこう。今度こそ終わらせる。ガンダムは俺の機体だけあればいい。逃がすか。この俺様が。ここで引くしかないってのかよ。あ、爆発した。死んだか。やはり下に出たか。でもまあそこそこ遠いからな、大丈夫っしょ。ハイペリオン設計で作っといてよかった。ここでハイペリオン欲しいとかなってたらちょっとめんどくさかったな。忍耐力プラス1、プラス1ってかレベル1か。格闘2か。じゃあこいつどこまで下に降りる。上のやつらはもう当てない。一回戦艦で任せよう。これだけ回収したいな。射撃1、4800は絶対大丈夫でしょう。
で射撃位置を回収して、で一回戦艦で行こう。前期戻して上の部隊を遊撃で任せよう。回答180度回答。いや、もう追いついたんだけど。これなんだっけ、格闘家エビスクロードは1とかだったな。ちょっと微妙だしな。こいつはな、格闘機じゃないしな。うん、まあ一応ちょっとじゃあ一旦こいつ倒しての、で支援かければいけるっしょ。バズカモードでいこう。まあ、全然乗り換える可能性はあるからね。取れるときゲこいつもう1持ってんだっけ、格闘。あ、持ってたわスキルなんかある。ヒットポイントリペア、いくつ回復した、よくわかんないけど、意外にね食らうんだよね。でバイエイト、あー、ヒットポイント一応回復しとくか。つけて一気にエネルギー回復の効率が落ちるからな。あとこっちの左だけだから大丈夫だ。下を適当に排除しましょう。一応ヒーローに忍耐力つけとこう。まあいらなくなったら交換すればいいだけだから、つけられるときにお気に入りキャラにいろいろつけておきましょう。アスランにちょっと格闘能力を覚えさせたいんで倒しましょう。ジャスティスの性能を引き出してみせる。落ちろ。この体は死にたいだ。脱出する。期待が良くないよね。所詮陣だから。格闘に、よし。じゃああと2体なんで排除しましょう。これで終わり。ちょっとブルーフレームにさ、ジャックパーツ装備させるの忘れたからレベル2になっちゃった。でここもステージ的にはレベルが2だから。あれかな、結構簡単めではあったかな。でグレイズ、よくわかんないけどなんか手に入れた。オリトゥギア、これはまあステージクリアでしょう。強化装甲2、防御力90か。90でけえな。ちょっと忘れないうちに、まあユニットはねレベルが上がっても別に能力上げなければ能力は変わんないんで全然いいんですけど、ちょっとガイちゃんだけねレベルが上がっちゃってレベル2、戦闘用コーディネーターとかいうの持ってる。え、強くね射撃格闘守備反応覚醒35とか、ここら辺いいな。全ての武装プラス500とか、だから強えんだこいつ。なるほど、こういうキャラクターの固有アビリティもめちゃくちゃ有能だな。 1.2 倍、なるほどね。という感じで、じゃあ次はエクサストレイド最終話ですね。そのまま続けてやっていこうと思います。カナード君はまた味方になるのかな。敵が全部なんか連邦兵だけど、というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。